イベント決定やったー、イベントスタートや。皆さん概要欄を見てちょっとチェックしてみてください。よろしくお願いします。待ってるぜ、待ってるぜ。夜更からまで気がちな気がちなガチガチなシャツ着て、はい、噛んでるからお前、はい、噛んでるお前、どうしよう、もうね、噛んでる、あー負けた。今日はですね、ターボーさんが持ち込み企画でございます。はい、何やるんですか。世界にはね、いろんな妖怪がいるんですよ、はい、いろんな妖怪がいるんですよ、いろんな妖怪がいるんですよ。はっきー、あー、俺じゃない。おー、噛んでおー、噛むな、噛むな、一番妖怪っぽい。妖怪を手なずけてる、飲んでるよ、妖怪を手なずけてる神々です。やめろ、妖怪の話。そう、いろんな妖怪がいるわけ。世界お前の地元の話聞けると思ったらめっちゃ嬉しいよ、俺。魔界の話するんじゃねえんだよ。地元じゃないよ、これ妖怪だから。魔界だ、こいつ魔界だから。あ、違う、魔界、一応違う、知らんわ、そんなの。まあでも、親戚であることには変わりないし、親戚じゃないよ。まあその話を聞けると。でもそういうことよ。よく考えたらさ、世界の妖怪っているのかっていう、そう、あんまりイメージわかんないでしょ。妖怪って日本じゃない。そうね、そう、カッパとかさ、あと一旦モメントだね。一旦モメント、そう、そんなの海外にいるのか。海外にも意外といるのよ。いるんだ、いるんだね。それを紹介してくれる。それをね、ちょっと今回は3選紹介していきたいと。ありがとうございます。おーい、やった、ありがとう。じゃあ、でよかったらね、シリーズ化ですよ、これ。おお、シリーズ化、また皆さんの雇用化次第です。やばい、お願いしますよ。はい、お願いします。お願いします、ほんとに。というわけで、一つ目、アニーウェという妖怪なんです。アニーウェじゃないです。アニーウェ、アニーウェ、アニーウェです。スウェーデンの妖怪だろ。おー、違いますね。お、南極とか。南極じゃない。南極っていう国ねえから。あ、ねえの。バチカン、バチカン、バチカンじゃない。ちっちゃい、正解してちっちゃい国じゃないし。お前ぐらいちっちゃい頭だけどな。ユリさんが知ってる、ユリさんの国もっと知ってるわ。日本とバチカンって言わない。すごいこと。やっとアメリカ覚えた。すごい近いし。アニーウェっていうのはカナダの妖怪なの。あ、カナダ、カナダの、カナダのどんな妖怪なの。見た目見ないとよく分かれてると思う。確かに。こちらの画像をどうぞ。ボス、こちらです。なんかアニーウェ、イタチ的なやつ。おしゃれ、イタチ的なやつだね、これ。スカンクっぽい、これね。ああ、そう、なんか巨大なスカンクみたいな妖怪だ。おー、いや、3倍やん。ウエッシスカンク、いいっすよ、やめろ。スカンクの妖怪。そう、スカンクの妖怪ってわけ。ああ、ああ、こいつ、特徴としましては、毛をこくっていう。まあ、まあ、スカンクだからね。もうスカンクなのよ。まんまや。スカンクの決定的な違いっていうのは、うん、まあ、この毛を嗅いでしまうと、死んでしまう。どういうこと？ああ、あるよね、そういう逸話ね。え、人が？妖怪やね。人が。おお、そういうこと？バカ強い。で、死ぬなんて一番嫌やからね。アニーウェの末路？違う。違うわ。違えよ。こいつは、特徴的には、もう何もしないでも臭いって。もしかして人殺せる匂い？殺さないですよ。このアニーウェにも弱点っていうのがあって、人間がね、アニーウェの変なんかにやられてたまるかっていうことで、アニーウェのケツの穴を閉じ込めちゃったわけ。もうアニーウェこの状態で屁こいて、自分の匂いが体内に巡り回りまくって自分で死んじゃう。変な歴史だな。そう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 、これで死んじゃって焼いたの、アニーウェ。その焼いたアニーウェが灰となって、北米中にどんどん全国にこう広まっていって、それが今のスカンクらしいです。スカンクの末裔ってこと。そう、スカンクの先祖だよね、言っちゃえば。スカンクの神がアニーウェ。そう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 、スカンクの神、めっちゃダサい死に方してる。やっぱユニークですね。おもろいね、結構おもろいでしょ。あるんだっていうのがまず不思議だけどね。いるんだっていう、これがカナダの妖怪。なんか日本とは違って、もう本当にっぽい、そのままの動物のやつみたいなね。まあ、カッパとかはっぽいね。類を見ないタイプ。そうそうそう、天狗とかさ。俺らって、もう俺らって言うとあれやけど、日本人って結構バッと作るのね。なんか人型っぽい、なんか化け物じめてるやつというかね。じゃあ、二つ目の妖怪。はい、トッケビという妖怪。おぉ、知ってるわ。知ってる、知ってる、知ってる。確かなんかスマホかなんかの音鳴らして、あの特殊部隊の特殊部隊の時、スマホで音鳴らして敵を探知するっていう。何それ、ドッケビだったわ。ドッケビかよ。いや、ドッケビかしら。レイディオ6のドッケビだった。さりげなくお前はトゲピーをするんだよ。あー、やっと気づいてくれましたか。プレッシー、プレッ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 シー。まあ、これもまずはね、画像を見てもらいましょう。おー、かわいい、かわいい、かわいいね。そう、こちらは先ほどのアニーウェと違って、なんか動物というよりかはなんか鬼みたいな。鬼っぽいね。片足の鬼みたいな。朝鮮半島の妖怪で。あ、北朝鮮、韓国、どっちもってこと。そうだね、朝鮮半島だから。どっちも、ハーフだ。
ハーフ、あ、バカ出た。こんなバカだよ。いたずらをするのが大好きなんだよね。人間に化けたりとか、牛の糞に化けたりするんだよね。牛の糞、すっごい。そう、こうですよ。ドッキリじゃない、これ。別に、何の害もなくて、これ。だって、取られるでしょ。そう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 。こう、だから人間に取られたりして、そういうのを見て、なんか、楽しいらしい、それが。かわいいなんか。優しいなんか。めっちゃかわいいよ。で、人間に化けたりもするんだけど、話せる言語が、あ、うんこじゃないです。うんこじゃないです。話す言葉が、キムさんしかない。え、そうだ。キムさん。キムさん。キムさん。かわいい。これ、トッケビやん。トッケビじゃねえよ。キムさん。キムさんじゃない。うんこでもない。でもないし、トッケビでもないから。でね、トッケビね、片足しかないんだけど、相撲が大好きなのよ。かわいいな。いや、いいね、いちいちエピソードがかわいい。いちいちかわいい。そうそう、相撲とか何それ。なんか悪いことしない。人間に化けて、ちょっといたずらする。それね、妖精っていうの。だから、害はね、全然ないんだよね。トッケビのタトゥーいる。そうだね、トッケビのタトゥー。まあでも、ありかもしれない。かわいい。あれじゃん、俺入れていい、それ。俺入れてそれ。ヤクザみたいな。めっちゃ可愛いじゃん。お前入れる。STD ヤクザ。三つ目に紹介する妖怪は。わわ。イクトミ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 。エピトミ？エピトミじゃないです。まあこれもまずは画像を見てもらいましょう。おお。はい。え、何これ。え、男やん、普通に。そう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 。え、どういうこと。雲みたいな。雲みたいな男なの。スパイダーマンじゃん。ちわる。そう。こいつ、その、まあなんか、これどこで出るんですか。これ北米大陸で出没するって言われてるんだけど。広いね。アメリカ。そう、アメリカ。カナダもだよね。広いね。北米。カナダやばいな、たくさんいんな。怖いね、カナダね。雲みたいなの背中にあって、元祖スパイダーマンって言われてるんだけど、俺らの知るスパイダーマンみたいな、あんなかっこいい感じではない。ないよね、普通に。イクトミってめちゃめちゃ女ったらしいで。こんなんで。そう、こんな顔してるんですか。すげえエピソードぶち込んでくる。こんな見た目だけど女ったらしで。はいはい。なんなん、海外のギャグなの。おもろいよね、普通に。奥さんがいるんだけど、あの、自分の好きな女の子を見つけちゃうと、もうすぐ呼ばい。しょうもねえな、呼ばいって。呼ばいとか言うな、お前。 AV 検索欄しか見たことないことが終わって、うちのしなびれた女房とはえらい違いだってことをにやけながら。それが口癖。それが口癖だし。そうしょうもねえ、そいつ。どうだろう。なんちゅう設定。このイクトミって戦闘民族なの。え、サイヤ人。そうそうそう、ドラゴンボール。やっぱ血に飢えているというか。戦うんだ、あれ。でも、女とばっかり戦ってんやろ。そうそう。女にはもう滅法だらしないっていう。でも男はワンパンで殺される。ああ、そういうこと。めっちゃ強い。めっちゃ怖いね、やっぱその妖怪ね。積極的が一番怖い。確かに一番、そうだね、一番害を与えるというか。それ触れたらやべえ。うん、もうこの触覚で。いや、ワンパンでしょ、あんな。そんなコミカルで血出ねえだろ。うちのしなびれた女房とは違うわ。どこでそれ言っとんの。っていう以上のね、3選が面白いですね。今日紹介した妖怪ということで。妖怪たくさんいんな。いや、おもろいね、普通に。いや、もう日本とやっぱ全然違うよね。設定がね、面白い。害がないやつもいれば、こういうなんかもうバチバチになんか戦ってるやつもいるという。でも本当にね、一から知らないのしか出てこない。うん、そうだよ。もしかしたらみんな第2弾見たいかもしれない。おもろい。見たい。面白いね、これ。おもろい、おもろい。海外の妖怪を紹介してきましたけど、これが海外でどれぐらい認知されているかっていうのを、はい、アザールというアプリを使って調査していこうと思います。髪色変わってますけど。はい。そのために呼び出されたんですね。このアザールっていうのが、はい、新しい感覚のアプリで、はい、世界でなんと2億以上のダウンロード。2億お前、黒ひげか、お前。2億うるせえ。うるせえな。うるさいけど、2億ってやばって。手軽に使えて、使い方がね、だいぶ自由。ということで、今回はこれを使って、認知度を調べていきましょう。兄上っていう妖怪知ってますか？あ、友達です。友達めっちゃ仲いい。この中で誰が一番妖怪っぽいですか？右上の方です。お前、正解です。いや、大正解。正解です。正解です。こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんにちは。おお、なんかすごい。すごい驚いてる。イクトミっていう妖怪知ってますか？イクトミほぼわかんないし。なあ、めっちゃイケメン。めっちゃ顔決めてる。めっちゃおもろい。皆さんみたいに面白い相談情報をガンガン。始められるように宣伝していただければ。おお、かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。この中で
一番妖怪っぽいのは誰ですか。まあ、髪の毛の色で言うなら右上の。すごいな。すごいな。一致なんだ。めちゃめちゃ面白いですよ。2億だけあって繋がる回数が半端ない。海外に行くのが増えてるから。そうなのよ。このアプリで友達作って通訳。やばいじゃん。おお、いい。熱い。アザルトヤブレ概要欄に貼ってあるんで皆さんもダウンロードしてみてください。お願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 See you again。 好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が許せない。